はじめまして、かしら。あなたのことはもうずっと見ていたわ。私はナヒーダ。子供に見えるかもしれないけど、どの大人よりもこの世界を理解しているはずよ。ねえ、私の知識とあなたの見識を交換しない？知ることがないなら、私が遊びに連れて行ってあげましょうか。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。早く雨宿りしましょう。じゃないと頭にキノコが生えるわよ。知ってる？雷鳴はね、生命の前奏なの。この大地もきっとすぐ活気に満ち溢れるわ。聞こえた？空が万物にお休みの時間だって言っているわ。いい天気ね。暖かいわ。じきにあたりも賑やかになるわね。宮殿に風は吹かない。あら？ごめんなさい。あなたにとっては当たり前の知識だったわね。おはよう。早く出発しましょう。この世界にあるほとんどのものは待ってはくれないわ。お昼休憩の時間ね。ミントベリージュースが飲みたいわ。太陽に関する物語2つと交換してくれないかしら。早く寝なさい。安心して。甘い夢をあなたに用意したから。神社区かい？あそこには何もないわ。キノシシの脳みそみたいに空っぽ。もちろん知っているわよ。え？確かに直接見たことがあるわけじゃない。だってあそこも私には手の届かない場所だもの。あなたが旅先で見てきたものは私が学んだ知識よりもずっと素晴らしいものよ。しかもいつでもそれについて質問ができて、その詳細を知られるなんて本当に満足だわ。そうね、時間を無駄にしてはいけないわ。さあ話の続きを。多くの場合、身を切られるような痛みを味わって初めて自身の怠惰や愚昧さ、無謀さ、傲慢さを直視できるようになる。でもそれを後悔する必要なんて全くないわ。未来に起こりうる全ての可能性を全て見通すことなんて私たちにはできない。だからこんな不器用な方法でしか知識を得られないの。いわば授業料と同じね。至って普通のことよ。スメールの砂漠はウリンより活気に欠けるように見えるでしょうけど、あそこは古くからの文明を背負い安定した生態系を育んできたの。いつかウリンとのいざこざが終わったら、きっと見たこともないような花を咲かせてくれるはずよ。私の過去なんてとても単調なものよ。聞いているうちにきっと鉄砲フグが水を吸うみたいにあくびが抑えきれなくなるわ。でも好奇心はとても貴重なものだから、私も無駄にはしたくない。そうね、私が今までに見た夢でも紹介しましょうか。こうしてあなたを見ること、これって趣味と言うべきなのかしら。あなたの一挙一動、その全てに興味をそそられるの。世界を旅する者として、あなたがどこから来て、どこへ向かい、どんな人に会い、どんな困難を乗り越えるか、その全てが私の追い求めている答えだわ。私のことは気にしないで。こうしてあなたをずっと観察させて。私、自分では質問したり答えたりするのが得意だと思っていたけれど、次第に分かってきたことがあるの。分かっているのに分かっていないふりをする人がたくさんいて、彼らにとっては答えなんて何の役にも立たないってこと。人は年を重ねていくにつれて疑問や答えに向き合う勇気を失っていくものなのかしら。もちろん夏目やしキャンディーよ。一つ食べるだけでものすごい速さで頭が回り出すから、何だって解決できるわ。ただ唯一注意すべきなのは、
キャンディーの入っている瓶をあまり手の届きやすい場所に置かないことね。回線というものは果てのない暗闇の中に生まれ、私の知らない深海で育った。それを食べろだなんて、汚れた雲を飲み込めっていうようなものよ。ありがとう。これほどに美味しい味は永久にこの世界に残されるべきね。その気持ちちゃんと受け取ったわ。味も申し分なかった。そうね、例えて言えば、あなたもワンちゃんには野菜ジュースをあげないでしょ。よく考えたのだけど、あなたの誕生日を祝うには少なくとも過信誕祭くらいは盛大にやらないと。え、大げさですって。でももう準備の手配も済んだし、行きましょう。一度きりでもいいから、きっと満足させてあげるわ。頭が良くなったわ。覚えたわよ。はびこりなさい。痛くしちゃうかも。ふふ。手をつなぎましょう。全部丸見えね。私のお家にいらっしゃい。知識をあなたにも。これこそが知恵の殿堂。称賛すべき好奇心ね。誰からの贈り物かしら。欲しいものはあった？方策を変えましょう。もうやめてちょうだい。賢明とは言い難いわ。私が何とかするわ。痩せ我慢しないで。命はいつか尽きるもの。枯れしぼむとき、私にはわからない。痛い。めまいが。ずいぶん待ってたのよ。まだ行ったことのない場所がたくさんあるの。また見識を広められそうね。投げましょう。覚えたわよ。この身で残暑を粛清する審判の時。
判決からは逃れられない。罪を償うがいい。さあ